通の電車だったんだ。貨物車にも乗ってる人いたんだね。捕まるでしょこれ。狭いね確かに。綺麗な顔しやがって。アバランチって言ってんな。ちょっと聞いていいか。オタクっぽい人多くない？なんだい？何か用なの？三角が出てこない。あんた、ああいう状況には慣れてるのか？さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。兄はどうなったのかしら。いい加減にしてほしいな。出かけたりしないで。うちにいれば。スリカは捕まんな、ちゃんと。クラウド、SOS。どうした？ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。帰化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない？見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう。そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。いいよ。魔鋼炉を爆破するなんて迷惑な連中ですね。社員があんなバカでかい声で犯人は喋っちゃダメでしょ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。信頼に欠けるつもりか。おい、適当なことを言うな。武器が向きです。アバランチの目的は星を救うだろ。そりゃこうなるよな。あんな声で喋ってた。何なんだ君は。なんだ爪は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよう。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。送ってやるって意義なし。気持ち悪いこの機体。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。引きましょう。ああ怖いよ。さすがに怖いって。銃口向いてるし人に。見えてる。余裕だなあの人。くだらねえ。何が死んだ魂だ。俺は間違っちゃいねえ。間違っちゃいないけど。何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。どれを。知ってることばかりだろうけど儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。スキャンされるの。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。なるほど。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。
ID は偽造だから安心して。会話は全く聞いてないな、ね、腕によりをかけたんだから。ガバガバだな。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ。あの腐ったピザのせいで。こんないい声だったの。下の人間がどんなに苦しんでることが。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから。土地は枯れ、空気は淀み、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ？俺はそうやって生きてきた。け。自分は強いって自覚があるなら、もうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。かっこいい目が。サングラスかけない方がいいよ。みんなこの列車と同じ。しかれたレールには逆らえないんだ。毎晩ああやって迎えに来てくれるの、いい家族だね。でも大事起きてるけどな、なんで帰ってきてんだろう。よっしゃー、よし、全員無事帰還、作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。お前だよ、一番最初に来たの。うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん、いいね。うん、かっこいいな。アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔見せて安心させてやれ。セブンヘブンスセブン、セブンスヘブン、記憶にあるぞ。なんもない。ちょっと待って、バレットの娘見たいぞ。バレット本日の列車の運行は終了しました。マリーンセットのどれだ、どっか行っちゃった。一番街で買うなら選びなよ。あ、見たかったな。入っちゃったか。無事に帰れたらセブンスヘブン。セブンスヘブン知ってるな。神羅名店なのかな。プレートと爆破の犯人を探せ。八番街、瓦礫で道が塞がっちまってよ。誰、魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。話しかけられてんだ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。わかるけどね。おい、あんたどうした。ちょっと薬やってんだよ。魔法中毒かよ。マコチューなのこれって。またあいつか。あいつか、追った方がいいのかこれは。いや、ただの幻覚だろ。ススまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。記憶にないのか。とにかくご飯。現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。あ、はい。怒られた。あ、なんか記憶にあるこの風景。セクター7。ここか。なんか来るね、なかなかこの景色。スーパーファミコンで記憶にあるぞ。ひどい。こういう風になってる。なかなか様になってきた。あ
幼馴染。お父さん。父ちゃんお帰りなさい。めっちゃ可愛いじゃん。ただいまー。お帰り。あー、いい子にしてたか。似てない。うん、ティファと遊んでた。幽霊も歩いてる。そうだよ。何でもあるだろ、マジ。人通り過ぎたでしょ。お疲れ様。うん。ティファ。この人がティファか。本物でしょ。珍しいね。じゃあ気持ち明かれんぞ。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え、5年ぶりなのこの二人。バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。超可愛いですけど。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して、ねんねんしような。ねんねんしよう。マリちゃんと喋ろう。ああ。あ、やっぱ怖がられてる。てめえ！ごめん。何しやがった！これはクラウドが悪いわ。知らない人とは喋っちゃダメって。あ、知らないの？え？偉いぞーマリー。父ちゃんとの約束忘れなかったな。キラキラしてるお父ちゃんの目が。偉い、偉いぞー。偉いね。お休みの時間も守らないとな。いやー、父ちゃんとお話しする。あー、かわいい。特別だぞー。声でかいよ。そうだ、ご飯食べる？あ、食べる。いや、報酬の話をしたい。バカじゃないの。あ、そうだよね。ぜにげ場面。食べろよ。クラウド。ティファが作ってくれんだから。外で話そう。なんか本当こじらせた男だなこいつ。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。その話もしたいな。死んだかな。ほとんど殺したのこのお父さん。ちゃんと話聞いてね。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はただ。また？助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。なんかヒッピーみたいなバッカだな、この感じ。だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンナを憎む気持ちも分かる。うん。あれだな。あの映画の街みたいな。バレットたちと揉めなかった。ああ。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう。心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。もうちょっと早くから歩きたいな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや、どれも。そっか。ティファには嘘つくなよ。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。展望層？スーパーファミコンってこんな話。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。ティバの室外機ちょっと複雑。リアル。隣住んでいいの？この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。本当？なんて？なんて？いや、なんて。ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、ちょっとコミュ障だよっていうことも言っといた方がいいと思うよ。そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。マジです。超絶アパートなんですけど、ティファこんなとこ住んでんの？大丈夫？と
とりあえず目を伏せるだけなら大丈夫だよね。ガード甘っ。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから、気持ちよくポーンと払いたいんだけど。ポーンとね。500？ 作戦の準備で物入りだったから、今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで。明日集金すれば確実に払えるから。早速滞納されてんじゃん。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。え？あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。そりゃそうでしょ。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。自分で集金するんだぞ。つまり、分かってるか。あと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。なんかすごいアパートだなこれ。独居房みたいな。203か。この方のどうやって背中についてんの？うめき声。これメインストーリーなんだろう。こんなのスーパーファミコンであったっけな。あ、うっせえぞ。おい、大丈夫か？いびきというか、開けるぞ。うめき声だね、確か。開けちゃダメでしょ。言えばいいってもんじゃない。セフィロスの一気バカめ当たってるし、それ当たるわな。寝相悪いのか、セフィロス。クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。お隣さん。セフィロスがお隣さん。リユニオン。誰？この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ、とんでもないところに住んでるな。髪型維持してるな。そのズボン。寒そうだな。おお、こうなってたのか。下にゲートあるな。あ、こうそうか。入っちゃえよ。職場にいいのかな。おや、あんたがクラウドだね。ジブリ？私は大家さん。ジブリじゃん。これなんだっけ。おととい来たんだ。見たことあるぞこのおばちゃん。それまでは上かい。いろいろだ。筆かき。わけありか。習字したいこの人なんだ。ここに流れ着くのはみんなそうさね。やばいね。困ったことがあったら何でも相談しな。寝るときどうなってんのこれ。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ。泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。どこ行けってたっけ。セブンスヘブン。セブンスヘブン、こっちじゃなかった。進路、負けたの。もう一回様子を見。スラム街だな、完全に。チョコボの友達。
いやでも景色すごく好きだぞこれ。手元をしっかり見ろ。スチームパンク的な。止まったままだと仕入れは。あれここら辺じゃなかったっけ？今他のやつが駅の状況確認。頑張って。星の命のこと。猫さん。神羅の洗脳さ。可愛いっぽいな。ちょっと見たいな近くで。なんだこのマグ？おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん、ここで寝かしてんだ。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルターは水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。結構インチキ臭い商売してたな。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。男の動かし方知ってんな。ついでにスラムを案内するね。一緒に来てくれ。あ、これやりたい。何？ジュークボックス。ミュージックディスク持ってないだろうな。これティファのテーマなの？停止、再生。これティファの音楽かな。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘブンのことばっかり。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。お手頃。こんにちは。あー懐かしい。この音楽やばい。ティファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。あれそいつは。集金係のクラウドです。お代は彼に。あんたうまい。取り立てです。あ、その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あ、クラウド。そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。見るだけ見てみよう。ダンサーレンズのミュージック。あ、これ買う買う。金いくら持ってんだろう。あ、買えるね。バトン。これ自分がいくつ持ってるかわかんないの。あ、書籍書いてあるね。これいっぱい買っとかないと俺死んじゃうかする。これにしよっか。マテリア、回復、所持数、霊気、三日月、サンダー使えるのか。買っとこう。はい。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。もうダンス中になってるね。これ早くかけようぜ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだ。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで。ありえない。ありえないね。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。キョイ。筆ババアか。火事件の犯人はアバランチです。おい筆ババア。マルさん、フィルター交換です。ティファ、待ってたよ。捨てちぶりなんだけど。あ、あんたもいたのか。いるよ。仕事だ。顔。頭ついてんのかい。集金係を頼んだの。
ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マールさんありがとう。じゃあ行くね。200ギル全然足りてないぞ。まだ仕事中なんだろ。シャキッとしな、シャキッと。怒られてる。今ちょっと取り立てのスピード上げてこい。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より集金集金。次が最後の武器屋さん。ゲームの女性はこんな格好ばっかなんだ。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。あ、やばい、申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。やばいじゃん。残念です。ではここまでの生産をお願いします。ちゃっかり。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換のおしまい。ティファ怖。お代も受け取ったし武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけどどうする。そうだな、あのね、アイデアがあるんだけど聞く？本格的に何でも屋を始めるならまず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。その会話ここでする、うん、縁が仕事を呼んでいい仕事をすれば評判が立ってそれがまた縁を呼ぶの。どうすればいい。自警団の仕事を肩代わりとか。二人の格好やばいだろ。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。ああいうティファの格好は怒らないのかね。もう少し軽量化できないかな。武器屋、覗いていかないかい。チンピラに見せる品はねえ。いったいった。これ常識だよ。チンピラに見せる品はねえ。いったいった。チンピラに見せる品はねえ。いったいった。頭おかしいんだなこの人。武器屋、覗いていかないかい。あ、こっちスラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。これ常識だよ。で、あれあれ来た。瓦礫通りのモンスターなんとかしねえとな。ティーバー俺が挑戦してやる。一人じゃダメよ。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。先日のボスで死にまくってましたけど。おせっかいだろうけど手順を教えるな。子供も持たねえぞこんなの。アップグレードウェポン、スキルポイント、武器に割り振り、
はい、アップグレードウェポン、はい、強化した部下、部下じゃない、強化したい武器ね、強化する武器、バスターソード、あ、です、これ物理攻撃、魔法攻撃力、あー、はいはい、スキルツリーな、はい、はい、攻撃力上げたいけど、まずこっち、あ、ちょっと待って、100か、たった、やっぱ脳筋だからこっちなんだよな、これ必要ポイント4で全然いけるじゃん、これあと7あるぞ、これまたいけるの、いけないよな、ちょっと回復の方にも持っときたいから、こっちから、あ、攻撃力か、これ失敗した、はい、以上です、自動モード、武器を選択し三角を押せば自動モード、なるほど、キャラクターのレベルアップって今までしたかな、例の音楽聞こえてこなかったけど、できたか、ま、使いながらいろいろ試してみるんだな、この人もかっこいいね、それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ、ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ、クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす、で、モンスターはどこにいる、瓦礫通りだ、頼んだぞ、瓦礫通り、クラウド、一緒に行くね、一人で十分だ、何なんだよこのクソガキ、道知らないでしょ、頼む任せて、スラムで一番のガイドよ、お、来た、ロックハートって言うんだ、ちょっといいよ、これ主人公変えようぜ、ティーパーに変われない、あれ変えなかったっけ、おじさん、どうぞ、戦艦で資産って言われてた、俺か、鍛えてる、おお、鍛えてる鍛えてる、危ないぞこの子、カッコつけてるのか、本当だよな、俺もクラウドあんま好きじゃない、瓦礫通りはスラムの西の方、モンスター避けの防護壁の向こう側、念のため準備はしっかりね、こっちか、みんな鍛えてるね、協力者を選定中、ウェッジの会社で、でけえ剣だな、でけえ剣だよな、確かに、ティファちゃん、気をつけてな、はい、ここが瓦礫通り、モンスターが喜びそうなところだ、喜びそうだね、うん、ゴミもモンスターも増える一方、この中なんかありそう、早速あったぞ、弾じゃん、弾、お、レイキさっき買わなくてよかった、早速お出まし、クラウドの腕前見せて、クラウド、こちら、ここまで、今から奪う、悪いな、届いてないよ、終わりだ、よし、ティファ使えないか、まだ、すごい、これがソルジャーの戦い方、ほんの肩慣らしだ、余裕だね、どうぞ退治しよう、よし来た、ティファ使いたい、一緒だね使い方は、よしやっちゃおう、やっちゃおうやっちゃおう、止めた、ほら勝負あり、お、強い、そこ、うわ、うん、いくよ、終わり、超強い、え、いやちょ、もういいよティファで、いいじゃないな、素直じゃないし、行くべきなのか、あっちでもいるな、こっち行くか、行き止まりか、行き止まりだ、
当てていく。強力な秘技。使わせてもらおう。ここまで。邪魔すんなよクラウド。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファムか。正直驚いた。スラムに逃げたね。おい。あ、やばい。ネロチオされた。戦って。おいおいおい。ここで暮らすんですよ。やばい。もう一回行くよ。すごい顔してたぞ今。そろそろモンスターは片付いたかな。あ、もういいの？どうせすぐ開いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。かわいいな。セクター7の町。なんでもやだ。なんでもやだぜ。でけえ剣だな。協力者を選定中。どこ戻ればいいんだ。あんた、なんでもやだ。あんた真相回転。ここじゃないか。なんでもやなんだって。うん、この上か。そこの家の人すっげえ綺麗でさ。どこだ。どこ行けばいいんだ。この人怒られた。もうさ。あ？今やつがあれ。弱い。暗い。本当に強いの？ルキア、覗いていかないかい。うるせえ。ここか。戻ればいいんだな。瓦礫通りのモンスター。よし、戻ってきたぞ。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが、一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。池崎サンシャインしか持たないぞ。クラウド、こんな剣。なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。言う言う、いくらでも言う。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あ、でも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。お金使っちゃったからな。武器屋、覗いていかないかい。武器屋、スラムで暮らすなら武器屋って。おい、あんた、自分に合う武器はどんなモンスターも倒す。何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら、さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強いやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ほとんどいたじゃねえか。アイアンブレード。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。ケチくさいこと言うな。アイアンバングル、これ欲しいけどお金が足りないわ。ちょっと売ろう。あれいっぱいあるな。また寄ってくれよな。装備売れないの。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、
何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰所に戻ってきてると思う。ちょっとじゃあ装備変えよう。マスターソード。え？めちゃくちゃ弱くなってない？マスターソードを底上げしちゃったからか。あ、でもあれか、マテリアつけてれば大丈夫なのか。ここにもう一個出そう。炎チャクラ回避切り回復にしとこうか。とりあえず物理攻撃かな。防御力か、まあいいでしょう。カード時の物理ダメージ、あ、いいね。カウンター、ポパーク、よし。で、一回この3人どれも自慢の品だぞ。あれ売れないの？武器売れないんだ。まあいい、行こう。悪いことしたら容赦しないわ。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、協力者を選定中。やあ、ティファ君、この人だ。困りがとかい？いえ、協力の助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。隣のお宅が好きそうな女の子誰だ。新しい依頼も紹介するよ。助かる。ベストね。協力者候補を発見。称号データの検索を開始します。男？体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、金星の取れた筋肉と骨格。この子オタクすぎる。想定外の逸材です。僕はチャドリー。男性だったか失礼。シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは鉄基金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで、新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？もう見破られてる。僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。マジか、こいつ何者だ。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。バトルレポート、はい。とりあえずマテリアル交換しなきゃダメか。どれ交換する？ファイヤー回避切り消すか。あ、これか。はい。で、なんで並んだ？見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。はい。働き次第じゃ新たな仕事も頼みたい。
もう頼まれてんのかこれ。あ、なんかマーク出てきたな、マップに。お城のために爆破された。もう一回様子を見た。どこ行けばいいんだろう。アイテム屋の主人、元気チョコボ。あれ、私たちが踏ん張らないと。こっちか。この街の人さ、この先っぽいな。おい、この杉は血の跡か。最近この先の空き地にでけえネズ。チューチューうるさくて困ってるぜ。この先ってこっちかい？あ、これか。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては、買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。事件団のメンバーだ。じゃ早速準備していくよね。何を買わなきゃいけないんだこれ。え、買わなくていいよ。どこだい入り口は。ウォールマーケットのミツバチの館で見つけちゃってさ。もう何る。なんか不便だなこの街。さっきの穴入ればいいのかな。音楽も買っとくか今度。おい、このこっちかな。え、なんもないぞ。なんでここ開いてんの。友達。話しただけじゃ進まないからな。上から仕入れたアイテムもあるよ。お、ディファちゃん。そいつ何でもや始めたんだって。そうだよ、うん、だったら化けネズミどもを倒してくれ。奴らめウェアラットを引き連れて町中、うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思い。行ってみよう。さっきのとこじゃないのかな。そうだね、この穴の先だな。がしかし、うわ、いっぱいいる。敵じゃない。私たちなら余裕。終わり。任せない。決まった。ネズミを飛行竜拳。終わり。行って。あれ、化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。秒で終わったな。セブンスヘッド、上から仕入れた。今のも見破りやればよかったのか。おう、ビビって帰ってきたか。
聞いてるぜ。ウェアラ、やる気があるならバケネズミ退治を続けてくれ。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、なんでも。また出てくんの？上から仕入れたアイテムもあるよ。チョコボの。何回繰り返すんだこれ。とりあえず見破りやってみよう。あれまだ使えない。で、ミヤボール、こいつにしよう。家でいいか。確実に。はい、これでいいのかな。集中していく。見えない見えない、何も見えない。畳みかける。頑張るね。まあ。はい。はい。当てていていく。ここはトートシ。逃げても無駄だ。さっきの爆弾と強い。カンピラがひどい。よし、チャクラ手堅く行こう。当てる。まだまだ。ちょっと待って、逃げんな逃げんな。攻めてこう。そこだ。で、こんなところでこのこの遅い。とどめ。何をやってるんだ俺は。気持ち悪ネズミ。アイテム屋の元に戻る。バケネズミを倒してくれたってな。倒したよ。ありがとうよ二人さん。バケネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。バケネズミどもを一掃した凄腕の何でも屋お気に入りの店として宣伝すれば、どう思う？いけそうだろう。どうだろう、なんでもや。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ好きにしろ。いいね、セブンスヘブンとなんでもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。お前は何もしてないだろう。よし、クエストクリア。うまくいったね。何でもや、きっと当たるよ。ああ、そうかな。悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。お出しやーす。ねえ、そろそろバレットの出勤も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？戻る戻る。もういいよ。何でも屋の活躍で生まれ変わった。セブンス。手元をしっかり見ろ。あいつがバケネズミ。あれ、ここじゃなかったっけ？あ、これか。もうすでに少なくなった。なんだろう。ちょっと行ってみる。どうした？どこに？大丈夫かジョニー。なんかあった。逮捕されるかも。どうした？よせ！くな！待て！おとなしくしろ！話しやがれ！死なないでくれ！黙れ、ジネズミ！チュ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 ！どうしたの？死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マコロの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。
違う。ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、レイダ。ありがとう。行こう。あいつすぐふざけるから。すごいダッシュだな。軍相手によくふざけるよ、あいつ。ジョニー、どうした？あ、ちょっとクラウド、あ、買いたいな。そっちじゃないってば。ここです。いたた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 、もげな、腕がもげな。そんなに引っ張るなって。暴力反対。早く助けてあげようよ。クラウド、あそこに隠れよう。痛いってな。いいよ、倒しちゃおうよ。おかしみに何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェシー、あのポニーテールか。ジェシー、 ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。キョイ、これ何、このエナジードリンク。あ、ポーションとか普通に買えるんだ。覚えとこう。回復って書いてあるしね。あ、ポーションって書いてあるのか。なるほど。昔ああいう色のジュースあったよね。そいつを話せ。アイヌイルは。なんだお前は、仲間か。違う。なんだ、誰かいるのか。ああ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら暴れ。そら、どういうつもりだ。もうやるしかない。黙らしといたのね。ほいほいほい。あら、そして見破らしていただこう。強い人いなかったっけ。これだ。調子に乗る。よし、見破った。痛い。よし、また見破らせていただく。犬にしようか。確実に。よし、やってやる。ここまで。消えろ。で、最後の、あ、死んじゃってるか。刻む。ナビットチェーン。お、そういうことか。すげえすげえ。ナビットチェーン。強い強い。あ、なんだ、終わったのか。おい、今の誰かいるのか。ジョニーを忘れてたわ。どうしよう。口を封じる。ん、おいおい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。言うてる。兵士が起きちゃう前に離れよ。はーい。クラウド確かに怖いよね。大して強くないのに。ジョニー大丈夫かな。
歩きながら喋ろう。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっとソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？店行こう。よし。ちょっと切りがいいか悪いかはよくわかんないけど、ちょっととりあえずもう1時間ぐらいやってるんで、一回ここで切ります。続きはまた次回。お疲れ様です。よう、どうだ、イカス曲だろ。クラブ DJ か。気に入ったならほらやるよ。マジで、あずます。街を出るって。ジョニー、どうする？よし、じゃあここで一回切ります。お疲れ様です。